あなたたちのお父さんは顔を洗いなさい、歯を磨きなさい、それを聞けないやつをどうして選手で使うよ。使ってほしかったらそういうことぐらいはきちっとやりなさい。ちょっと成績が悪かったら下向くなよって、はい、声でカバーしなさいって、はい、後ろ DH 4番にしたら俺の横で一番声出してるから、人にエネルギーを送ってたから今度自分が出た時に人がエネルギーを送ってくれるんだよ。そう思えばありがとうございましたとか、人に感謝したりだとか、おかげさまでだとか、よろそ様のおかげで今こうやってできてるんだと思えよ。何の不平不満がある。あなたたちがダメなのは不平不満が多すぎることだよ。そういうことがなくせば、友達のおかげだ、誰のおかげだって言って、そらやっぱ頑張れるはずだよ、ね、そういうチームになって、2ヶ月力をつける。それでもつかなかったら3ヶ月後の入れ替え戦に堂々と臨めるようにチーム作りをしてください。また、はい。